はい、どうもこんにちは、 N スタジオのリュウです。スカーレットネクサスの続きをプレイしていきまーす。絆エピソードも終わったんで早速調べてソファーで休みます。そろそろ休んだ方がいいな。ユイト、起きて。どうした花火。テレビ、ワイドショー。10日に発生したカレン・トラバースによるスウォー事変は様々な混乱をもたらしています。中でもカレンの命令によって行われたスメラギ議長の暗殺はニューヒムカに大きな衝撃をもたらしました。父さん。当番組では実行犯と目されるカサネ・ランドールの似顔絵を作成しましたのでご覧ください。え、カサネ、なんだこれは。ひどい。凶悪なカサネ・ランドール容疑者の特徴をよく捉えていますね。おーい、みんなテレビ見てるか。渡る。いや、カサネのあれさ、ランドール家も海抜群も写真データの提出を拒んだらしいぜ。カラスの中継データも処分されてた後だったから仕方なく似顔絵が公開されたんだって。いや、ちょっとカサネに同情するわ。あ、悪いユイト、同情とかしちゃいけなかったな。あ、いや、ごめん、俺もちょっと同情した。ユイト、ちょっと笑った。よかった。え、あ、そうか、俺本当にみんなに心配かけてたな、ごめん。心配ぐらいさせてくれ、俺たちにはそれぐらいしかできんからな。ブレインフィールドの後遺症とかもないみたいだし、本当に良かったよ。ありがとな。あの時はみんなの声のおかげで正気に戻れたよ。まるで俺が俺じゃなくなっていくような感覚だった。ブレインフィールドは確かにすごい力だけど、感情のままに使ったらダメだ。あの時の俺は冷静じゃなかった。リスクのでかい大技だって知っちゃいたけどさ、正直ここまでヤバいもんだとは想像してなかったな。超能力は感情に左右される。ブレインフィールドも同様だろう。制御さえできれば強力な決め手にはなるが、使い方次第ってこと？ちょっと怖いけど。とりあえず使うんなら十分注意してくれよ。あんな空間にずっといたら誰でも変になっちまうぜ。あ、そういやこれを伝えなきゃだった。スメラギ本部長から呼び出した。本部まで来てくれ。兄貴から。うん、わかった、すぐ行くよ。あと渡る、妹さんのこと。はるかのことか、気にすんなって。あいつ俺と違ってふっかるだから、カサネたちの面倒を見てるうちにほっとけなくなったんだと思うぜ。だからひょいひょいついていっちまったんじゃねえかな。え、渡るの妹ってカサネたちと関わりがあったのか。ユイト知らなかったっけ。ハルカちゃんカサネたちのオペレーターなんだよ。ま、そういうことだから本当に気にすんなって。でもありがとな。こういうの照れるな。よし、ほら、本部長に怒られる前にさっさと来いよ。よし、スオに戻ろう。
ユイト？どうしたの？急に立ち止まって。さっきまでアジトで話をしてなかったっけ？お前何を言っているんだ？何をって、いつ周防に戻ってきたんだ？お待たせしました。カラスが近づかないように取材禁止を徹底させたので今回は大丈夫ですよ。え、ルカさん？ユイト、隊長はあなたです。僕のことは呼び捨てにしてくださいとお願いしたばかりじゃありませんか。え、待ってください。俺が隊長？周防事変の時に臨時隊長になった話ですか？違うよ、それじゃなくて、さっき吹雪連隊長から任命されたじゃない。え、さっきっていつだ？ユイト変。渡る、ユイトの大脳データに何か異常は出ていないか？いや、特には。ユイト、もしかしたら吹雪連隊長と面会したことを覚えていないんじゃないですか？はい。僕らは海抜軍の01小隊に再編成されました。新隊長は君で、これから紹介任務に出るところです。嫌な予感がします。できればすぐに海抜軍病院で見てもらった方がいい。任務はいいの？ヤバそうならこっちから上層部に連絡回すぞ。隊長はユイトです。僕から強制はできませんが、なるべく早く海抜軍病院に行ってもらえませんか？そうだよユイト、見てもらえば安心じゃないね。そうしようよ。そうだよな。うん、そうするよ。よし、任務のことは俺から上に報告しておく。海抜軍病院の行き方は？あ、ここっておじさんが理事長やってる病院だから私が案内するよ。それにおじさんにメッセージ送っといたから、ちょっとずるいけどすぐ見てくれると思う。心配することはありません。おそらく疲労のせいですね。超感覚刺激ホルモンが過剰に分泌され、脳の記憶を司る分野で一時的な混乱を引き起こしているだけでしょう。ホルモンの分泌を抑制する薬を院内薬局で処方しますので、症状が出た時はそれを飲んでください。あ、はい、ありがとうございました。で果敢に怪異を討伐し、周防を守った英雄ユイト・スメラギ上等兵、この度異例の昇進によってゼロ一小隊の新隊長に任命されました。なんだこれ、こんなことしてないぞ。君には不本意だと思うけれど、こらえてくれ。カイト本部長と政府からの要請だ。君は救国の英雄として祭り上げられる。いや、そうだ、確かそんな話をした。でも前後がやっぱり思い出せない。それでは救国の英雄ユイト・スメラギ少尉の歩みをご覧ください。あんなニュース見なくていいよ。マスコミなんて勝手なことばっかり放送するんだから。それよりどうだった？何か分かった？
ああ、うん。疲れてるだけだって。薬が出るからもう少し待たないと。スオウ事変で国賊カサネランドールの狂人に倒れたジョー・スメラギ評議会議長。その悲劇を乗り越え、我がニューヒムカのために完全と立ち上がったユイとスメラギ少尉は。ああねえ、まだ時間がかかるんならちょっと病院の中を見てみない？さっき案内する途中で診察の順番来ちゃったし。花火は優しいですね。まあカラスどもの国威高揚番組を見ているぐらいならその方がマシだろう。うん、そうしようかな。はい、本当にあれなのかな、疲れのせいなのかな。ちょっと探検できるから探検してみようかね。話ができる人が何人かいる。ブレインメッセージも来てたな。ちょっと見てみようかな。なるほどなるほど。何なんだろうな、そのね、超能力のせいで記憶が錯乱してるだけなのか、ユイトには何か特別な力があってかな。あ、ちょっと待って、あの女の人困ってるみたいだ。あの、何かお困りですか？すみません、私あのベルペッパーなので病院内のビジョンが全く見えなくて。え、ベルペッパー？あ、ごめんなさい、無能力者なんです。だから能力を使ったシステムは認識できないんです。すみませんが脳神経内科はどちらでしょうか？あ、私がご案内します。無能力症の人のことをベルペッパーって言うのか？ベルペッパーってピーマンのことだろ？ああ、ユイトってマジで育ちがいいのな。まあ、なんていうか能力が空っぽだからみたいな意味合いかな。ひどい言い草だな。そうですね。でも無能力者自身も自分で無能力者というよりベルペッパーということが多いんです。能力がないと認めるのが心理的に抵抗があるというか。能力が使えないときっと生活が不便。ええ、そうですね。街のビジョンもサイネットもあらゆるシステムは能力が備わっていることを前提として作られていますから。人口の 0.1% が無能力症だというデータもあると聞いている。政府はもっと能力弱者への配慮を推し進めるべきだと思うのだがな。海抜群病院では無能力者の治療研究が進められている。そうです、無能力者をなくすというのが政府の方針なんでしょうね。ベルペッパー、なんだろう、何か思い出しかけたような。どうしたの花火、変な顔してる。うん、さっきの女の人を脳神経内科へ連れて行ったら看護師さんが急患のバスの時間がどうとかって話してて、急患をバスに乗せるなんてあるのかな。バス、きっと聞き間違いだよね。
ごめん。バス来てる。地下に。地下？なぜ病院の地下にバスが来るんだ？送迎バスなら地上の正面玄関につけるだろう。そもそも地下道路は基本的に町の外に行くための特別道路のはずだが。こっちには海抜群病院のデータが一切ないんだ。だから病院の中がどうなってるのかは分からないな。まあ町の外の休館を運び入れるための地下ターミナルはあってもおかしくはないんじゃないか。休館、そういえば一条海抜群病院の休館が周防の外にありましたよね。それって六勝寺のこと？あそこなら10年ぐらい前に怪異の大襲撃があって町の痕跡も残らないほど破壊されたって聞いてるけど。そういえばそんな事件があったな。花火も昔は六勝寺に住んでいたのか？ううん、うちのお父さん昔は一条の本家からは感動されてたから。私は生まれも育ちも周防なんだ。だから六勝寺にはたまにしか行かなかった。あ、でもユイトが入院していた病院は六勝寺にあった旧海抜群病院だよね。私お見舞いに行ったもん。ああ、六勝寺が襲われた時にお袋も怪異に殺されたんだ。あ、嘘、バスの中にナギがいる。え、ナギが？うん、生死不明者にリストされてたし見間違いかもしれないけど。悪い、こっちじゃ捕捉できない。病院の中はこっちのアクセスが禁じられてるんだ。分かった、つぐみ、ナギを乗せたバスが向かった方向を教えてくれ。位置データを送った。六勝寺跡、海抜群病院の休館がある方角。みんな付き合ってくれ。ナギが生きているなら会って話がしたい。そうだな、本当にナギだったのかどうか確かめた方がいい。おーおーおー、どんどん話が進んでいくね。旧海抜群病院が追加されましたと。で、ブレインメッセージ。ということは次はその旧海抜群病院へ行かなきゃいけないのかな。多分そうだね。では今回の動画はここまでにしようかなと思います。チャンネル登録とグッドボタンの方お願いします。いつでも OK だから。はい、いつでも OK ですか。今はしません。では次回の動画まで、またねー。